河南、嶺南の諸都市。なお、福建省は、多くの場合、嶺南には含まれない嶺南は、中国の南部の五嶺よりも南の地方を指す。現在の広東省、広西チワン族自治区、海南省の全域と、湖南省、広西省の一部にあたる。部分的に、河南と重なっている。かつて、中国が、ベトナムの北部一帯を支配し、黄河三角州に、高鎮軍を置くなどしていた時期には、ベトナム北部も嶺南に含まれていたが、今日使われる、嶺南の概念からはベトナムは除かれる。また、嶺南という語が単に、広東、広西、海南の三省区のみを指して使われ、広西省と湖南省の五嶺山脈以南の部分が、除外される場合もある。嶺南は、嶺外、嶺表とも称される。表とは、外を意味し、嶺表は、中国中心部から見て五嶺よりも、外側という意味になる。嶺南も、中原を中心とした、地域名称である。嶺南は、中国の他の地域とは五嶺で隔絶され、気候や、環境も異なっており、現在でも他の地域とは、若干異なった文化や習慣を有している。嶺南は、五嶺の南を意味する。五嶺とは、古四条嶺、途方嶺、慶応嶺とも、萌渚嶺、貴殿嶺、大峰の5つの山脈の複合体を指す。これらの山脈は、広西チワン族自治区の東部から、広東省東部、北は、湖南省や広西省南部にかけて広がり、各省の境界線を形成している。中国の長江以南でも、最大の東西方向の構造体山脈であり、長江と玉江の二大水系の分水嶺でもある。嶺南は、古代は百越の地と呼ばれた。中原とは、言葉の通じず、風習も異なる、南方諸民族が住んでおり、呉や古市を通じて中原ともわずかながら、交渉を持っていた。南越国領域やがて、中国皇帝の支配が及ぶようになり、新末漢書には、南越国が置かれた。新序、チリシカでは、清代に建てられた、南海軍、桂林軍、象軍を、嶺南三軍と称しており、北は五嶺、南は南海、西は雲貴、東は、福建に接する範囲が、嶺南であったことがわかる。この範囲内には、象軍に属する現在のベトナム北部も含まれるが、東大後期に、安南と呉府が形骸化すると、中国のベトナムに対する支配は失われ、宋代以後はベトナムは、嶺南に含まれることはなくなった。五嶺は、非常に険しく、長年にわたり、天然の障壁として、交通の妨げになっていた。その結果、嶺南は、中原とは異なる、経済、文化を営んできた。北方人は、嶺南を、万異の地と呼んできた。東大、嶺南出身者で唯一最小となった、長久嶺は、大峰の山中に、梅石古道を開き、以後、徐々に、南北の往来が増え始めた。北回帰線が、嶺南の中部を横断している。嶺南は、温帯下雨気候に属し、モンスーンの影響を受け、亜熱帯や海洋性気候の色合いが強い。また雷州半島から海南島にかけては、熱帯モンスーン気候に属している。高温、タウが、嶺南の気候的特徴であり、夏が長く冬は短く、山岳部以外で、霜が降りたり雪が降ったりすることはない。熱帯収束帯に入る期間が長く、年間日照時間はあまり長くないが、緯度が低いために日射量が非常に多い。モンスーンの影響から年間の風向も大きく異なり、夏は風速の小さなハエが多く、冬は風速の強い北風が多い。春と秋は風向も気候も一定しない。気温が高く雨量も多いことから、動植物や果樹、花の種類が豊富である。動植物資源的には、中国の他の地方よりも恵まれていると言える。嶺南の地勢は、平野は狭く山地が比較的多い。地殻運動による集局や地層の断裂の影響が大きく、山地、丘陵、台地、平原が交錯している。岩石の性質は多種多様で、地顔の類型も非常に複雑で多様になっている。南には5例の険しい山岳部から多数の河川が流れている。流量は大きいが土砂の量は少ない。南最大の河川は田前で長さは中国5位だが流量は長江に次ぐ2位になっている。多様な地形、特に峻厳な峰々や縦横に流れる河川や入り組んだ海岸線が作り出す風景は南の風光を印象的なものとしている。また石灰岩による気泡や鍾乳洞などの地形は桂林をはじめとする景勝地の主要な構成要素である。広東の名山の中でも民末新書の南の著名な詩人である沓代等は裸婦山を一番としている。南文化は中国北方の中原文化とは大きな差異を有する。河川沿いでは漁労や稲作の恩恵を受け、外は海に開かれ、中原の政治的混乱の及びにくい土地柄から独特な文化が広東などには育まれた。主要なものには甲府文化、長州文化、白家文化などがある。古代の南では、中原との交通が険しい山々によって阻まれることから、開発も遅れた。山高高庭園と南の人間を嘆かせていた。この地理的条件が、一方では、中原の政治の風波の影響を受けにくくすることにも役立った。経済の発展も一旦始まると、あとは比較的平穏に進んでいった。中原とは、伊能伊本という点では同じだったが、農作物ではまずこの地域に古くからあった水稲を主とした。また、南は河川が縦横に走っており、気候も温暖なので、穀物以外にも、養魚、花金、果樹、草樹、養蚕など、漁業や畜産業や商品作物の栽培といった、あらゆる種類の第一次産業を行うことができた。海岸線の長い南では、沿海漁業の他に、海上交易も早くから行われた。海の向こうとの交易の経験が、商品経済の発展や、商品意識の育成へつながった。現代には、南は、海のシルクロードを通じた、東西交易の東の玄関となり、明から清中期にかけては、南の繁栄ぶりは最高に達した。この時期は広州だけが、中国唯一の対外貿易港で、広州は中国でも最大級の商業都市であり、田前は、行き交う船で大いに繁忙した。早くも召集の時期より、南から、中原や長江流域への政治、経済、文化などの面での交流は存在していた。戦国時代には、嶺北から漢人が多数来るようになった。商売や交易で来た者の他には、戦乱から逃れてきた者、南への征服戦争でそのまま定住した者などがおり、その数も徐々に増えた。しかし大規模な南への移住の動きは、旗が南をも支配下に入れて、以後のことになる。百越の人々も、北から来る、漢人に次第に同化されていったが、方言や風習などに大きな違いは残った。唐の開元年間、最小張9例は、大峰を超える、幅の広い新道を作り、これが、南と嶺北の間の主要な道となった。この道ができて以後、南には中原の文化や財貨が行き渡るようになり、南から優れた人材が中央に進むようになった。また、その一方で、河北、河中から南への人口移動も何度も起こり、北方の生産技術が次々に南に伝えられるようになった。北から南に逃れた人々の中でも、白家は特に大きな集団となっている。その他、流刑で多数の人々が中央から南に追いやられたことも中原と南各地との文化的交流を進めるきっかけになった。劉笏、安田、淳、秦寛、劉宗元、関羽、湯謙祖など名のある学者や政治家が南に流され、中にはそのまま南で没した者もいた。彼らは、南の開発や人材教育を手掛け、南から士大夫を輩出するようにもなった。明中期以降は、広東、深海に鎮魂賞を始祖とする嶺南学派が現れ、伝統にとらわれない儒学研究を行っている。ありがとうございます。